だよな。そう思ったんだけど、ついよ。しばらく辛抱して。ハムラは絶対に捕まえる必要があるんでしょ。ああ、モグラを引きずり出す鍵はハムラだ。そのハムラを抑えられないようじゃ俺らの負け。綾部も大久保君も助けられない。でもよ、ただこうして待ってるだけってのはな。じゃあいつものあれ使うか。空から松金組を偵察してみる。おい、どこに飛ばしてんだ。組の様子を偵察するんだろうが。なんだこれは。東だよな。本当だ。なんか偉そうにしてるね。出世しやがったか。羽村がいないんで伸び伸びしてるって感じ。ん？見ろ、東が表に出るぞ。俺は東を尾行してみる。三人で盗聴を続けるより手を広げよう。俺も行く。じっとしてんのは性に合わねえ。じゃあ僕一人で盗聴。後で代わってやっから。
やあタボ、俺らこんな風に歩いてて大丈夫なのか。今頃ショーノがモグラを差し向けてきてるかもな。いつ襲われてもおかしくないよ。やっぱそうだよな。どこに向かってんだ東は。なあ、今なら東も一人でいるし、思い切って話しかけてみるか。この間料亭でやり合って以来だぜ。俺らに聞く耳持つか。ダメで元々だ。ダメで元々か。よし、じゃあ行ってみっか。
なんだあいつ、逃げやがった。なんでだ。逃がすか。なんだよ、もう逃げなくていいのか。別にお前から逃げてたわけじゃねえよ。え？組の目があるところじゃお前らと話せねえ。じゃあ話聞いてくれんのか。東てめえ。東は逃げない。休んでていいよ、海藤さん。羽村の頭は本腰入れてお前らを探させてるぜ。見つけたらすぐ連絡しろって組の門に号令がかかってる。逆に呼んでくれりゃすぐに会いに行ってやるんだけどな。会ってどうすんだ。向こうはマジでお前ら始末する気だぞ。ハムラの居場所は。俺は聞かされてねえ。本当だ。今あんたらに会ったことを頭には報告しねえよ。だがな、俺がお前らなら今すぐに町を出る。親父もその方がいいと思ってるはずだ。あいつ案外親切だったじゃねえか。じゃあ素直に忠告聞いて町出るか。バカ言え。冗談だよ。でも羽村の方も俺らを探してるらしいな。完全に始末する気でだ。だから。いやだからってなあ、羽村の手下が俺らを探してんだったら襲ってきた連中を逆に捕まえりゃよくねえか。でそいつらに羽村の居所を吐かせるってのは。そううまくいくか。向こうはいきなり殺しにかかってくるかも。それか捕まって目をえぐられるか。じゃあまた杉浦の車の中で禁煙するか。正直それも嫌だな。だろう。よし、じゃあお前今からとにかく街中歩き回れ。俺が後ろから見張っててやっから。分かったよ。敵が襲ってきやすいようにわざと隙見せて歩くんだ。隙を見せてってどんな感じ。それくらい自分で考えろって。聞こえるな、ターボ。なあ、俺は距離取ってお前についていく。好きに歩いていいぞ。敵に隙を見せるようにな。
してるな。じゃあ一応見守っていくからよ。頑張ってくれ。できるんだよ。あのね、いつも通りに歩いてるだけ。今んとこ近くに怪しい連中はいねえ。安心しろ。本当に？ちゃんと見ててくれよ。任せとけって。ただこの後何があるかわかんねえからな。合間見て腹ごしらえとかいろいろ適当に備えとけよ。ご親切にどうも。どうかした、カイトさん。松金組の連中、食いついてこねえな。もう少し露骨に隙見せて歩けねえのか。ん？例えば、どんなのに。まあ、酒飲んで酔っ払ってみるとかよ。酒か。なるほどね。テンダーにでも行ってみるか。八神さん。八神さん。
せてもらうよ。ターボ、うん、ねえ、うん、ターボ。ちょっと。ターボ、おい、おう、ターボ、
よ。ずいぶんのんびりしてやがったな、ターボ。なんか目的忘れてやしねえか。はあ？お前は羽村の手下をおびき出すおとりなんだぞ。自分だけ気分よく飲んでんじゃねえよ。なんだよ急に。そもそもあんたが酔っ払ってみろっつったんだろ。ああ。けどなんか面倒になってきたな。もういっそ松金組の事務所に勝ち込んじまうか。いやダメでしょ。結構な人数詰めてたし、そんなことしたらただじゃ済まないって。じゃあ、よし。こんな手はどうだ。こんな手って？松金組がケツ持ちやってる店に顔出すんだ。ん？どういうこと？松金組の息がかかってる店に八神が来たって触れて回るのよ。すると多分お前が現れたってご中心がハムラんとこまで行くわけだ。なるほど、そいつはありかもな。その店の名前と場所は？そうだな、天下一通りのアルビンかな。オッケー、わかった。行ってみよう。いらっしゃいませ。こりゃうまい。ありがとうございました。いらっしゃいませ。うわ、ありがとうございました。難しいですと。そんな返事を聞きに来たんじゃねえよ。お前らの面倒見る経費がかさんでんだ。みかじめの値上げは当然だろうか。
そんなターボ、間違いねえ。あいつら松金組のやつらだ。ああ、そうだね。ここは一つ人助けしとくか。あの店員お困りのようだぜ。カイトさん、棒読みすぎるよ。いいからさっさとやれよ。はいはい。ちょっと、もうその辺にしたら。なんだと？ヤガミ、なんでこんなところに。一般人に凄んで何やってんの、まったく。てめえに関係ねえだろ。ほら、またすぐ大きな声出す。そうやって吠えるしか脳がないのか。あ、だからいつまで経っても下っ端なんだ。なるほど。てめえ、ぶっ殺してやる。おい、あんたら。羽村の頭に八神が来たってしっかり伝えといて。は、羽村の頭？頼んだよ。おい、タボ、これ結構いい作戦じゃねえか。ああ、そうかも。カイトさん、他にケツ持ちしてる店知ってる？できたらいくつかあるといいな。じゃあピンク通りにある連環の K って店と、七福通り西のファンタスティックロマンス、あと七福通り東のスイートビローだな。よし、全部回ってみよう。連環の K ってのはここだな。お兄さん、一発どうですか。いい子揃ってますよ。このお店の人？ええー、お兄さん寄ってってくださいよ。サービスしときますから。ここって松金組がケツ持ってるんですよね。え、何ですか。揉め事は勘弁してくださいよ。いや、そういうんじゃないんですけど、八神が来たってケツ持ってる人に伝えてください。八神？どういうこと？いえ、特に深い意味はないっすよ。それじゃ、俺はこれで。
スイートビローはここだな。あそこでタバコ吸ってんのは店員か？声かけりゃわかるだろ。たく人遣い荒いな。いいからさっさとしろ、タボ。はいはい。ここの店員さん？うん？そうだけど。この店って松金組がケツ持ってるんですよね。お兄さん、誰？八神と言います。特に用があるわけじゃないんですけど、八神が来たってケツ持ってる人に伝えといてくださいよ。どういうこと？いえ、特に深い意味はありません。それじゃ俺はこれで。いらっしゃいませ。気に入った。さ、行くか。ありがとうございました。ここがファンタスティックロマンスだな。あれ？今日もご苦労様でした。おう、次支払い遅れたら許さんぞ。すいません、今月売り上げ悪くて。もっと営業努力しろよ。口開けてても客は来ないぜ。おい、タボ、ちょうどいいじゃねえか。あいつに挨拶しとけよ。挨拶ね、はいはい。すいません、空いてますか？いらっしゃいま…てめえ、八神！あれ？松金組の方、こんばんは。のんきに挨拶なんかしてんじゃねえ。どの面下げて現れやがった。ちょっと羽村の頭に会いたくてね。どこにいるか知りません？なんだと？てめえ、舐めた口聞きやがって。頭には会えねえぜ。ここで俺がぶっ殺してやるからな。もう気は済んだ？くそ。
す。このことはしっかり組に報告しておいてよ。それじゃ俺はこれで。よ、こちらカイト。ご苦労だったな、ターボ。バッチリだったぜ。そう？ああ、間違いねえ。ハムラの野郎、すぐに手下どもよこしてくるぞ。お前はこのままもう少し町を歩き回れ。じき向こうから仕掛けてくるはずだ。わかった。いらっしゃいませ。ありがとうございました。人気のないとこ行ってみるか。賑やかなとこじゃ敵も襲いづらいだろうしよ。人気のないとこ？チャンピオン街のあたりがいい。ああいうとこならつい闇討ちしたくなるってもんだ。物騒なこと言うね。了解。カイトさん、気のせいかな。なんかじっと見られてる感じがすんだけど。聞こえてるか？おい、カイトさんどこだ？こっちだ。待ってろ。カイトさん。
あんた敵連れてきちゃってるぞ。捕まえろタボ、ハムラの居所を吐かせる。分かってるって。待て、持ってきやがった。もう諦めろよ。ほら捕まえた。お前ハムラの手下だな。あいつはどこにいる。てめえはもう終わりだ、ヤガミ。なんだと。あれ、この間とは形勢逆転だな、カイト。ハムラ、手引くチャンスは何度もくれてやった。それを突っぱねてここまで来たんだ。覚悟はできてんだよな。お前らはやりすぎた、ハムラ。これでやっとすっきりするわ。ちょっと待ってくれ。もう面倒なのやめましょうよ、親父。こっちだってできるだけあんたの顔は立ててきたんだ。頼む。あんたはこいつらの親代わりかもしれねえが、その前に松金組の親分でしょう。もう他に道はねえってことぐらい。いい加減にしろこの野郎。親父に銃なんか向けんじゃねえ。よせカイト。
誰に向かって口聞いてんだ。カイト、カイトさん。ヤガミさん、カイトさん。ダメだよ、今は僕についてきて。クソ、待てくれ。止まれ。大丈夫、もう誰も追ってきてない。カイトさん、どうなった？ハムラに脇腹を撃たれてヤクザたちに捕まってた。その後は分かんないよ。くそ、早く助けに行かないと。お前はなんであの場所に来れた？ずっと松金組を盗聴してて、そしたら組員が集められだしたからさ、そいつらについてきた。ハムラのアジトは分からないか？盗聴してて何か手がかりになりそうな言葉は？ソレイユってビルの名前なら何度か聞こえた。ソレイユ？じゃあもしかしたらカイトさんもそこに？どうかな、そうとは限らないよ。ただカムロ町にソレイユって最近潰れたビルがあってさ。なら考えるの後でいい、行ってみよう。だね。あのビルがソレイユ。あそこでタムロしてる連中、見覚えがある。松金組だ。じゃあやっぱりカイトさん、ここに連れてこられてる。外からじゃ確かめようがないな。けど今のうちなら向こうも油断してる。もう行くしかないってことね。それもできるだけ早く。ヤガミさん、準備はいい？